源恵は西山町大越の第二代皇帝。源文衛とも、後に源公平と改名した。高中皇帝と号した。ベトナム史上最も成功した軍司令官の一人でもある。慶享14年、貴仁府西山邑に、後被服の子として生まれる。本姓は子だが、母方の源姓を称した。兄の源学、源友と共に、西山三兄弟として知られている。慶享32年に、兄たちと共に、西山で蜂起した後に軍を指揮し、江南元氏、東京亭主を次々と滅ぼして、西山町の創建に貢献した。その後も康則7年のラックガム=蘇の戦いで、源福栄率いる江南元氏残党とシャブの連合軍を破り、兄の康則帝源学から自立して、皇帝を称した。高中2年のドンダーの戦いでは後、霊長と清の連合軍を破り、後霊長を滅ぼした。その後も再起を図る源福栄の軍を破るために、南進していたが、高中5年8月1日に、修康の法を中都において、脳卒中で崩御した。崩御後、長男の源光が後を継いだ。ベトナム共和国の200ドン紙幣。ありがとうございます。